印とは感情から催眠を発動させる能力者のこと。ドロクジラの人間の9割がそうだ。印は昨日送った紅日のように皆短命である。書くことが止まらないんです。俺、記録係には向いてないと思います。でもドロクジラに住んでた人がもっと当時のことを書き残してくれていたらって思うんです。なぜこの島に暮らすようになったのかとか、なぜドロクジラは沈まないのとか、もっと記録が残っていたら俺たちはそれを理解できていたのかもって。だから俺は未来のために書くのです。頑張りなさい。はい。あの、大丈夫？涙。どうしたの？怪我してるの？彼女は私がドロクジラの住人以外で初めて出会った人間だった。彼女のこの時の状態を人間と言ってよいのなら。オウム、やめなさい。こんなことをしてどうなるか分かっているのか。俺はこいつの世界を見に行く。あんたらはここで一生泥船ごっこでもしてろよ。リコさん、うわぁ。もうすぐてっぺんだよ。だって頑張って。チャクロ、抱っこして。はな、何言ってんのさ。前の時は抱っこしてくれた。前の飛行の時って3年前だよな。もう歩けない。無理だよ。だってもうサミ重いもん。サミ重くないもん。チャクロの意地悪。ほら歩けるじゃん。リコスの32。生きてたのかよ。リョダリン、あなたスキロスに乗ってたの？リコスは全滅って聞いてたし心配したぜ。そんな心あなたにはないでしょ。当たり、心配してる暇なんてあるかよ。大虐殺の現場に派遣されることになったんだぜ。楽しみで楽しみで他のことなんか考えてらんねえよ。ファレナは最高の楽園だ。君じゃない、イーシュ姉さんだ。呼び方なんてどうでもいいじゃないですか。よくない。人の呼び方ってのはな、大事なんだよ。その人のことどう思ってるかの表れなんだよ。私がお前にサイミアの使い方を教えてやるよ。またあいつらが来た時戦えるように。だから敬意を込めて銀酒姉さんなんだよ。さあ呼んでみろ。銀酒姉さん。それでいい。よろしくな、ジャッキー。チャクロです。なの、どうだっていいんだよ。じゃあ後でな、ジャッキー。チャクロ。めんどくせえ、突破すんぞ。ゆっ、うらぁ。非常時だから許せよ。さすがマスオさん。俺は自警団のスカウトを蹴った男だぞ。甘い甘い。とはいえちょっと疲れたな。団長。一難去ってまた一難か。あの人強い。当然だよ。自警団はサイミアの能力が高い人でなきゃ入れないんだ。そのトップだから一番できる人なんだよ。トロクジラで一番。来るなら。え、なんだよ、拍子抜けだな。気味悪い。